鈴木大地は、静岡県寸東郡小山町出身のプロ野球選手。右東左田、だ東北楽天ゴールデンイーグルス所属。2012年から2019年までは、千葉ロッテマリーンズへ在籍。在籍中には、2014年から2017年まで、チームキャプテン。2019年に、選手会長を務めた。2019年のシーズン終了後に、 国内 FA 県の講師によって楽天へ移籍。小山町立足柄小学校時代に、学童野球の北郷ファイターズへ所属すると、中学生時代には、静岡すそのシニアでプレーシニアへの入団当初は、外野手だったが、2年から遊撃手に転校すると、全国大会にも出場した。当時のエースが、神奈川県の東院学園高校から、 公式野球部の練習への参加を誘われていたことから自身も練習への参加を志願。この練習をきっかけに同校への入学を認められた。東院学園高校では一年時の夏の神奈川大会からベンチ入りを果たした。二年時の秋から声優劇手に定着したが在学中は春夏ともに甲子園に出場できなかった。高校の同級生に 篠塚和則の息子で、本田公式野球部に所属する、篠塚義正がいる。第5回世界大学野球選手権大会での、鈴木高校からの卒業後に、東洋大学経営学部経営学科へ進学すると、一年次の春から、東都大学野球のリーグ戦に出場。守備範囲の広さと強権を買われて、周期リーグ戦から三類手として、レギュラーに定着すると、 三年生だった2010年の春季リーグ戦からは四番打者と副首相を任された。三年生が副首相に抜擢されたたのは、総部以来初めてで、春季リーグ戦で打率340を記録すると、春秋連続でベストナインに選ばれた。四年時には首相を務めながら遊撃手へ、 再び転校すると遊撃手としても春秋連続でベストナインに選出。在学中には5回のリーグ優勝と4回の全国制覇を経験したほかリーグ戦通算で打率288、3本類打29打点を記録した。さらに2011年度には日本学生野球協会から大学の部で表彰された。同期生には 4年時に自身の下で副首相を務めた藤岡隆弘や小田裕也がいる。その一方で3年時の春に杭州アジア大会日本代表の一次候補へ入ると夏の第5回世界大学野球選手権大会で日本代表に選出。背番号は5で1番3塁手として代表チームの銅メダル獲得に大きく貢献した。さらに 4年時の7月にアメリカで催された第38回日米大学野球選手権大会にも日本代表の遊撃手や三塁手として出場した。2011年度 NPB ドラフト会議で藤岡を一巡目で指名した千葉ロッテマリーンズから三巡目指名を受け契約金7000万円、年俸1300万円という条件で藤岡と揃って入団。 背番号は35となり、一軍に1年間帯同することを目標に挙げた。スカウトの山下の利人からは、2010年をもって、退団した、西岡剛に代わって、この年外野手の小木野隆がコンバートされたものの、怪我での離脱により、穴埋めに失敗していた、聖遊撃手候補として、ポスト西岡という高い評価を受けていた。 ロッテ時代の鈴木2012年には、春季一軍キャンプのメンバーに抜擢されたが、キャンプ3日目に、インフルエンザへの感染が判明。参加メンバーで、最初のリタイアを余儀なくされたため、一軍公式戦へのデビューは6月2日の対、中日ドラゴンズ戦8回裏でのダイソー起用まで、持ち越された。6月11日の対、読売ジャイアンツ戦9回表に、 代打で出場すると、一軍公式戦での初安打を右翼フェンス直撃の二、塁打でマーク。一軍公式戦全体では62試合の出場で、本塁打を放てなかったが、打率、274を記録した。2013年には、4月18日の対北海道、日本ハムファイターズ戦及び、19日と20日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、 パシフィックリーグ公式戦隊記録の3試合連続的時3塁打を記録。この三尽くしの記録を本拠地の QVC マリンフィールドで達成したことから、場内の売店では大地の恵み味噌ラーメンや大地カクテルを期間限定メニューとして提供した。開幕当初に2類種として26試合に出場しながら無失策でしのいだことから、 4月25日の対埼玉西ブライオンズ戦以降は、レギュラー遊撃手に定着。5月28日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、プロ入り後初めて中継ぎで登板した藤岡を援護する、勝ち越し的自三塁打を打ったことから、藤岡と共に、チームの逆転勝利に貢献した。交流戦まで打率が3割を上回っていたほどの、好調を背景に、 オールスターゲームにはパリーグの監督推薦選手として初出場。7月20日の第2戦では9番二塁手としてスタメンに起用されると第1打席で同ゲームの初安打を小川康弘からの左中間二塁打で記録した。8月22日の対西武戦では3回裏の打席で井口忠人に続いて大石達也から 満塁本塁打を打ったことから、日本プロ野球公式戦史上5度目の1イニングに満塁本塁打を記録した。チームが3連敗で迎えた9月6日の同カードでは、当時の監督だった伊藤勤との打開策で、プロ入り後初めて4番打者に起用されている。一軍公式戦全体では、チームの選手でただ一人、全144試合に出場すると、 チーム対記録のシーズン11三塁打を記録。さらに、規定守備試合数に達した遊撃手で、リーグトップの守備率を記録したことから、パリーグの遊撃手部門で初めて、ベストナインに選ばれた。なお、シーズンの終了後には、背番号、西岡の対談以降空き番となっていた7に変更。大学3年時から交際していた一般女性との結婚も発表した。 2014年には入団3年目ながら監督の伊藤からチームのキャプテンに任命。レギュラーシーズンの序盤は新外国人のルイス・クルーズが主に遊撃手として起用されていたため二類種としての先発出場が増えた。打率はなかなか上がらなかったが、6月に球団記録体となる3試合連続での猛打賞を記録するなど調子を上げ、 監督推薦により2年連続でオールスターゲームにチームで唯一選出された。後半戦はポジションも遊撃手に固定され、シーズン終盤には3番打者として起用されるようになった。2年連続で全試合出場を達成し、打率は自己最高の287を記録した。2015年には開幕から遊撃手のポジションで主に2番打者。 7番打者として起用された。打率は、263と前シーズンより落としたが、本塁打は6本と自身最高の成績を残した。2016年には、開幕から特に打撃面で好調を示し、8月9日の東北楽天戦までは、打率3割をキープしていた。主に6番打者、7番打者として出場したが、山井コナバールの打撃不振もあり、 5番打者でも11試合にスタメン出場した。最終的には全試合でスタメン出場を果たし、打率285の成績でシーズンを終えた。自身3回目のオールスターゲーム出場、遊劇種として自身2回目のベストナイン受賞を果たすなど、充実のシーズンとなったが、 この年にドラフト1位として入団した平沢大河のスタメン起用などのチーム事情もあり、3類種として9試合、2類種として2試合のスタメン出場があった。12月27日に2000万円アップの年俸1億円で契約公開をして大卒5年目での1億円プレイヤーとなった。2017年には春季キャンプイン前日の1月31日に 伊藤から直々に二塁手へのコンバートを通告。シーズン中には、一時四番打者を任されるなど、打線が低調なチームにあって、主に打線の中軸を任された。コンバートで、守備の負担が減ることによって、打撃に良い影響を生み出すという伊藤の意図に沿う、格好で、一時は、打率が3割台に到達。シーズン終盤に調子を落とした影響で、通算打率は、 自己最低の260に終わったが、プロ入り後初めて本類打数を2桁に乗せた。また、リーグ最多の支給と自己最高のオプスもマーク。守備面では、コンバート1年目ながら、パリーグの2類種部門でゴールデングラブ賞を初めて受賞した。2018年には、 前年に三塁手として台頭した中村翔吾とポジションを入れ替える格好で大学時代のメインポジションだった三塁手へ転向。チームが前年にパリーグで6年ぶりの再開に終わったことを背景に伊藤に代わって一軍の監督へ就任した井口が内野人の守備力を向上させる方針を打ち出したことからレギュラー級の内野手としては異例の2年連続コンバートに至った。 しかし公式戦では、主に二塁を守っていた前年から倍増の10、失策を記録するほど三塁の守備に苦戦。三遊間を組んだ新人の藤岡博士大と並んで、全143試合に出場しながら、終盤に三塁の守備要員と交代する試合が相次いだ。さらに、打率は、266と前年から若干向上したものの、 本塁打は8本、打点は49にとどまった。なお、この年は、チームの方針で、キャプテン制度が廃止されていたが、シーズンの終了後には、角中克也から、選手会長の座を引き継いでいる。2019年には、高卒2年目の安田証剣を一軍公式戦の、開幕から3塁手に抜擢することを井口が、計画していたため、オープン戦までは、 安田や日本ハムから移籍したブランドン・レアードとの間でレギュラー三塁手の座を争った。結局、長打力に勝るレアードが開幕から三塁手としてスタメンで出場したため、鈴木自身は開幕一軍入りを果たしながら開幕戦への欠場を余儀なくされた。しかし、レギュラー一塁手の井上春地が打撃不振に陥ったため、開幕にカード目から一塁手として、 スタメンに起用。5月29日の対日本ハム戦では、2番、左翼手としてのスタメン出場で、実戦では、中学2年次以来という外野守備を経験した。その直後に開幕した、セパ交流戦では、内外野の守備で複数のポジションをこなしながら、全18試合に出場。NPB 全12球団の選手で最も多い28安打54塁だ。 交流戦の規定打席に到達した70選手の中で最も高い長打率711、70選手中2くらいの打率368を記録するほどの活躍でパリーグの日本生命賞を受賞したまた6月16日の中日戦ではサヨナラ安打を放つがこれが鈴木にとってシーズン3度目のサヨナラ打となり一人の選手が シーズンでサンドサヨナラダを放つのはロッテでは55年ぶり3人目であった。さらに、交流戦が模様された6月には、パリーグの打者部門で、月間 MVP を、初めて受賞。オールスターゲームにも、同リーグの監督推薦選手として、内野手登録で出場した。シーズン2さんでは、一軍公式戦140試合に出場。89試合で1塁。 40試合で3塁、9試合で外野、9試合で2塁、4試合で遊撃の守備につく。一方で、リーグの最終規定打席に到達するとともに、リーグ8位の打率。288、15本塁打、68打点と、奮闘した。なお、2019年のシーズン中に、国内 FA 権の取得要件を満たしたことから、シーズン終了後に権利を行使することを宣言。 11月2日付で NPB からフリーエージェント宣言を選手として公示された。ロッテ球団では FA 権の行使を宣言した選手の残留を認めているため、宣言当初は NPB た球団への移籍を想定していなかったが、実際には公示後に楽天と巨人から獲得のオファーを受けた。2019年11月18日に東北楽天ゴールデンイーグルスが 鈴木の入団で合意に達したことを発表。同月27日に NPB から正式に公示された。楽天との契約期間は4年間で、期間中の年俸総額は推定7億円。背番号はロッテ時代に続いて7を着用する。なお、鈴木の遺跡に伴って、この年に背番号7で入団した辰巳良介は、 背番号を8に変更。また、FA 権の行使に関する NPB の規約で、楽天球団から、ロッテ球団への保証義務が生じたため、楽天からの人的保証選手として、右投手の小野薫がロッテへ移籍した。2020年6月19日のオリックスバファローズ戦に、2番、三塁手で、先発出場し、8回表に、 神戸文也から勝ち越しの二点的自打を打ち、通算1000本安打を達成した。8月には、楽天の球団記録を更新する月間41安打を記録した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、シーズンが縮小された中、全120試合に出場し、キャリアハイとなる打率、295を記録した。三塁手として88試合に出場し、 4失策でリーグトップの守備率978を記録。三類種のポジションとしては初のベストナインとゴールデングラブ賞に選出された。複数ポジションでのゴールデングラブ賞の受賞はパリーグでは10人目であった。コンパクトなスイングでアンダーを打つバットコントロールが持ち味。ドラフト会議での指名前にスカウトから将来はプロでも 打率3割を記録できると評価されていた。失投を見逃さずに打つことができ、またバントもうまい。2018年の野球雑誌に掲載された、柴原用の打撃フォーム解説には、軸足に体重を乗せた状態からのスタートで、一般的なスタンスを広げた状態から、軸足に引いてくる一つの動作を省いた、鈴木選手なりの工夫とフォームの無駄をなくす努力を評価。 されているが、一方で、足を、地面すれすれに下ろしてから、素直に踏み出せば良いところ、踏み出していく過程で徐々に、右腰が上がっていき、踏み出していく過程で、ピッチャーの二段モーションのように、再び右足が上がってしまう、という内容の、そのフォームの悪癖を指摘するコメントがなされている。内野手にしては、守備範囲が狭いが、堅実で安定したプレーが持ち味。 肩も強くはないが、一類以外の内野で守備についた場合には、一類への送球が概ね正確である。パリーグのベストナインに初めて選ばれた2013年には、遊撃手として失策数を急にどめていた。その一方で、守備力の評価に守備範囲の広さが加味されるウザーは、総じて低かった。 400イニング以上出場した遊撃手を対象にデータスタジアムが算出したウザーでは大引き刑事に次ぐリーグワースト2位のマイナス6.9を記録、デルタ算出のウザーではマイナス11.9を記録している。以降のシーズンでもウザーで同様の傾向を示すことが多い。本来のポジションは遊撃手や三類手であるが、 複数のポジションをこなせるほど器用で、二類種として全試合スタメンに起用された2017年にはゴールデングラブ賞も受賞した。さらに、中学生時代には保守や外野での守備も経験。2019年にはチーム事情に応じて、一類種、指名打者、左翼種としてもスタメンに起用されている。鈴木自身も現役時代に NPB の一軍公式戦で、 投手以外の全ポジションを守った木村拓也のようなユーティリティープレイヤーを目指しているという。本人によれば50メートル走は6秒2で足が遅いという。打席に入る際に審判に向けて状態を45度程度傾けて挨拶を行う。本人曰くルーティンとのことである。ドラフト会議指名後。 東洋大学白山キャンパスのスカイホールにおいて行われた記者会見でグラウンドで全力で走ること、そして大きな声を出して練習に臨むこと、この二つは誰にも負けません。と抱負を語っている。愛称は大地で、大地という名前は1988年ソウルオリンピックの100メートル背泳ぎで金メダルを獲得した鈴木大地にあやかってつけられた。 子供の頃は病院などで鈴木大地さんと呼ばれることには恥ずかしさも感じたというが今は他人から覚えられやすく良い名前をもらったと思っていると語っている静岡裾野シニア時代には遊撃手へのコンバート直後に出場した対外試合で自身のエラーなどからチームが敗戦試合後に当時の指導者から投げかけられたお前は 史上最低のショートだという言葉に、悔しくて泣いたことだけをロッテへの入団後も、覚えているというロッテに同期で入団した、藤岡隆弘、中あと平、増田直也は全員同じ年で、仲が良い。この中で一番のしっかり者が鈴木で、一年目の、キャンプ中の宿舎では、朝の遅刻防止のため、一番早く部屋を出た人が、 他の三人部屋のチャイムを鳴らして起こすという約束をしていたが、ほとんどを知っているのは鈴木だったという。なお大学から同期だった藤岡については、後にエースの藤岡が活躍をしたことで、東洋大が大きく注目され、自分もスカウトの目に留まった。藤岡がいなければ自分は、プロとは縁がなかったはずと感謝の念を語っている。 ロッテ時代の2014年シーズンから着用している背番号7は2010年まで西岡剛がつけて3年間空き番だった。2013年12月に参加した千葉県八千代市でのサイン会トークショーイベントでは1週間ほど前に出演した別のイベントでファンから西岡より活躍しないと許さないという劇を受けたことを明かした上で 背番号7の影響力の大きさを思い知ったと、10回していた。東武百貨店船橋店で開催される選手がメニューを、考案して提供する、恒例イベント、2013第9回、千葉ロッテマリーンズ期間限定メニュー、クレープワッフルプロデュース選手権で、鈴木大地考案の、大地の具だくさんワッフルが、最多注文数を獲得し優勝。12月に、 同点屋上イベントスペースで行われたトークショーで表彰式が行われ、考案したワッフルそっくりのオブジェがついたトロフィーが贈られた。ロッテ時代にはホームゲームで打席に入るサイの登場曲をファンキーモンキーベイビーズの告白で通していた。2015年には当時メンバーだったファンキー加藤との対面を果たしている映画。ありがとうございます。